それでは第1位の早歩く入部出張所の代表者の方は前へお進みください。
南消防署予防課の皆様に賞状をお渡しします。賞状改善改革部門優秀賞ベストデータ化賞消防局南消防署予防課様以下でございます。ありがとうございます。次に東区市民区課税課管理係の皆様に賞状をお渡しします。賞状改善改革部門優秀賞とっても早課税賞東区課税課管理係様でございます。最後に早良区シニアのための知恵袋事業プロジェクトチームの皆様に賞状をお渡しします。賞状改善改革部門優秀賞セカンドライフ賞沢田区シニアのための知恵袋事業プロジェクトチーム様ございます。おめでとうございます。以上で優秀賞の表彰を終わります。続いて大賞を受賞された3チームの表彰に移ります。まず道路下水道局管理部道路維持課電気施設係の皆様に賞状をお渡しします。賞状改善改革部門大賞道路照明灯の LED 化道路下水道局道路維持課電気施設係様、あなたは事務改善や事務の能率化に努め市民サービスの向上と職員の意欲向上を図ることに寄与されました。よってこれを称します。平成25年12月3日福岡市長高島総長。次に交通局運輸部乗客サービス課乗客係の皆さんに賞状をお渡しします。賞状改善改革部門大賞乗車マナー日本一の地下鉄を目指して交通局乗客サービス課乗客係様などでございます。おめでとうございます。それでは最後に城南区市民部市民課の皆さんに賞状をお渡しします。賞状改善改革部門大賞窓口での待ち時間の短縮城南区市民課様以下でございます。おめでとうございます。以上で大賞の表彰を終わります。それでは全国大会へ出場いただくチームの発表を高島市長からよろしくお願いします。特に届かないわけですね。では発表したいというふうに思います。本当に、ここに行って交通つけがたい、本当によくそういうフレーズは聞いてましたが本当にそうでした。最後まで悩み悩みどれも本当に素晴らしかったんですが、それでは全国大会行き福岡市の代表として改善改革大会進んでいただくのはどんたくということで、しゃもじです。本当に1年間いろいろな部署が改善
を終わります。最後に高島市長よりご挨拶をいただきます。高島市長、よろしくお願いいたします。はい、せっかくやったら為蔵も入った声で、はい、本当にね、熊本とかいろいろなんとかかんとか当たってるのに、うちはほんとたくさん全然当たってないでしょ。ちょっと少しはね、いつも私いろんな場所に行った時にね、ゆるキャラって意外と一緒に来てること多いんですけど、みんな遠慮がちでいつも端に行くんですよ。あんたたち前においで、頑張りが、はい、その積極性が大事なの。ありがとう、はい、為蔵もおいで。他に、ほら、ゆるキャラって、はい、ちょっと逆にちょっと、もう俺が見えなくなるんですよ、真ん中に行くと。ごめんごめんごめん、ごめんね、ちょっと話すので今から本当に今日は改善改革大会、長いお時間かかったんですけどもね、本当にたくさんの皆さん、最後までご参加いただいてありがとうございました。そして今日発表していただいた全ての皆さん、そしてこの場に来ていなくてもですね、多くの方が今日の発表のために、その予選の段階、各局や区の中でのね、取り組みから本当に力を尽くしていただいて、頑張っていただいた皆さん、そして、こうした改善の場に、大きく、区とか局の代表として発表していなくても、きっと各職場の中では一人一人が小さな改善、もちろん今回共同とかいろんな大きなテーマがあったんですが、きっと一人一人が市民のサービス向上というためにですね、自分なりのいろんな改善をしながら、本当に福岡市民のサービス向上のために一生懸命頑張っていただいていると思います。その皆さんの1年間の、まずは、そのご努力チャレンジに対して、敬意と感謝の気持ちを表したいと思います。本当にご苦労様でございます。ありがとうございました。福岡はこうした改善大会ということ、その改善の動きということが、非常に取り組みが早い段階から進んでいてですね、そして、今度全国大会がこの福岡であるわけですけれども、それにそのやっぱり全国大会開催にふさわしい今日は、この福岡での発表大会ではなかったかというふうに思います。やっぱり市民の利便性の向上、サービス向上、市民のためにと、やはり一番の基本のところにおいてですね、局を超えていろんな人が今日ご尽力いただいているということもよく分かりました。それから今日区役所のね、窓口のサービスに関する表彰もございました。公表を聞いていてですね、本当に誇らしく思いましたね。百貨店上回るっていうようなこともいただきました。で、同時に、でもその一番最初につけてたのが、私も驚きましたがということですね。多分そんなに期待してなかったと思うんですよね。で、ところがやっぱり実際行ってみると、あれれれと、どうも随分話が違うなということで驚いたというですね。やっぱりこれは本当にまずは現場の区役所の皆さんがとても一生懸命頑張っている。私はやっぱり普段はこの本庁舎にいるからですね、さっき出てきた言葉、つまりいただいた笑顔が素晴らしいとか挨拶がもう素晴らしいとかいうのはちょっとにわかに信じられないところもあったんですけれども、やっぱりその辺は区役所がね、やっぱ本当に特に接客の部分というのは意識をして一生懸命努力をされてるんだなということも改めて思いましたし、誇らしく思いました。と同時にやっぱりね、私は今日のこういう皆さんの発表とか、それから先ほどいただいたありがたい好評をね、私は福岡市民みんなに本当は聞いてほしいなという気持ちになったんです。この私たちの、ゆるキャラがですね、非常に控えめなようにですね、私たちもすごくいいことを市民のためにと思って一生懸命してるんですけれども、そのちょっと控えめなところがあって、あんまりそれをですね、外に対してきちっとこういったふうに改善をして市民サービス向上取り組んでますよって伝える部分はですね、これ実は昔から苦手なところがあるんですね。よく私例えて出すんですけども、例えば平成23年のですね、福岡市の漏水率って世界で一番低いんですよ。知ってます？世界で一番低いんですよ。どんな都市よりも、東京よりもニューヨークよりもロンドンよりも、どこよりも世界一漏水率低いのって福岡市ですよ。でも多分そんなことほとんど皆さん知らないですよね。実は
市民の利便性のため福岡市のためと思って実は一生懸命取り組んでるんですけれども、実は意外とですね、そうしたことによって出てくる成果っていうところをあまり発表していない。だからこそね、発信力がとても大事だし、こういうやっぱり普段からこうプレゼンテーション、つまりアウトプットをするっていうところに力を置いたこういう大会っていうのは今の福岡市役所にとって私はねとても大事ではないかというふうに思うんですね。今日すべてのプレゼンテーションを聞かせていただいて、明らかに去年よりとても分かりやすい発表になっていたと思います。それぞれの専門分野であってもとても分かりやすかったというふうに思います。簡単に2つだけ、よく言う方いらっしゃるんですね。なかなかその外に発信するのは苦手でとか、うまくプレゼンするとか話すのは苦手でっていう方いらっしゃるんですね。2つだけ気をつけてみてください。プレゼンテーションのプレゼンのペーパーのですね、文字数をあと5分の1ぐらい少なくしてみてください。今日はね、実はそういう意味ではね、あれどこやったかな、南消防署とかのね、とても実はプレゼンテーション良かったですね。文字数が極めて少ないということ。それから実はね、発表の仕方もとても良かったと思います。実は2つ目のポイントはその、話すということなんですけれども、それはもちろん、分かりやすく話すには、意味の部分で切るとか、それから強弱、高低、緩急をつける、いろいろ難しいテクニックがあるんです。でもそんなこと簡単にはできないですよね。でもね、簡単にやる方法があるんで、ここで一つだけその簡単な魔法を教えたいというふうに思います。壁を知りたい？そうね。じゃあ教えたいと。簡単です。原稿を読まないことです。そう、実はね、意味で切るとか強調したいところを強調するとか、高低、強弱、緩急は実は皆さん普段の会話の中では全てを駆使して実は話をしているんです。だから話をしててそんな違和感ないと思います。ところがもう一旦ひとたび紙に落としてそれを読むってなった途端に、普段使わない言葉遣いをしたりね、いきなり本誌のなんとかが言い出したりとかですね、普段使わない本切り型のビジネークが始まったりして、これはやはり話し言葉と書き言葉というのは全く違うんですよね。そういう意味では皆さんであればもうこのプレゼンのペーパー見たら何を話すか絶対意味分かってるはずですから、絶対分かってますから、そこに怖がることなく自分の言葉で語り始めたらですね、非常に相手に伝わるように、一気に伝わるようになります。そんなこともね、また普段の中からチャレンジをしてみると、また発信という意味では、またいい効果、またレベルアップができるんじゃないかというふうにも思います。最後に、私は今日ですね、来るときはですね、もうとても今日はもうあんまり来たくないかなぐらい思ってたんですね。理由は皆さんご承知の通りです。もうここ数日寝てないですよ。みんなからはですね、そのもう目の下のクマだとかですね、もう体もボロボロです。本当に嫌な気分だし、こんな時に1年間の改善発表って言って心から喜べるかなというのが本音のところであったんですね。でもやっぱり本当に来てよかったし、とてもやっぱり元気をもらった。それはやっぱり皆さんがいろいろね、やっぱりもちろん一個の不祥事があったら本当に1万人の努力をやっぱり一気に消し去ってしまう。やっぱり本当に信頼を崩すのは一瞬だけど、構築するのは時間かかる。でもやっぱり今日の発表を聞いたら、各職場それぞれ本当に市民のことを思って一生懸命で1年間努力をしてきたということがとても伝わった。その気持ち、かつそれをね、どのチームも楽しそうに話していた。まあ、なんかその発表を聞いてるだけで、きっと今日の発表にあたって準備段階も含めてね、とてもいい雰囲気で皆さんが今日のために考えたんじゃないかなというようなことを想像できてね、とても元気になったし、またその接客のお話、好評も伺いながら、本当に普段なかなか区役所足を置くことできないんですけれども、やっぱ窓口の皆さん、市民の皆さんに一番接する現場のその窓口の皆さんがどれだけ一生懸命頑張っているかということもとても伝わってきて、やっぱり私はとても今日は力をもらいました。こういうやっぱり皆さんの市民を思う気持ちと責任感と、そして明るく前向きな元気なパワーっていうのがね、それが今まさにいろいろ起きてますけれども、こうした部分を払拭して、やっぱり市民から信頼を得る一番のパワーじゃないかというふうに
思っております。すべての皆さんのこの1年間のチャレンジに感謝と敬意を表しまして私の挨拶とさせていただきます。また来年1年間も頑張りましょうね。そして交通局の皆さん、よろしく全国大会お願いします。ありがとうございました。